アフターコーナー、アールドレッド所属、伊坂光彦。青コーナー、ティーブラッド所属、青キング。それでは参りましょう。レディーファイ。さあ、5分1ラウンド、寝技のみとなります。やっぱ情報によるところ、青キング選手は先週、早稲田っていう近くに入ってチャンピオンになったらしいですね。あ、そうなんですね。あの、この試合は絶対負けられないっていうプレッシャーがあるんじゃないですか。さあ、凱旋試合ということになりますので、さあ、上になっているのが青キング選手、黒と赤のラッシュが動いております。さあ、下になっているのがアルラと地元の伊坂光彦選手です。さあ、ここからどんな攻防をすることができるか。さあ、両者とも30歳。さあ、伊坂選手が 175cm76kg、 そして、青木選手が 165cm70kg ということでございます。さあ、伊坂選手の、ね、ちょっと体格的にはございますけれども、アクションブルー、アクションブルー。さあ、アクションとの声が上がっております。さあ、ね、今パスが、あの、ライブポジションの展開ですから、下からもね、上からも、どちらからもね、攻撃が仕掛けられてるみたいですからね。さあ、江坂選手、さあ、首を引けるか。さあ、しかし、青木選手、そこを開いて、体をちょっと離します。江坂選手は充実な紫帯なんですね。すごいですね。なりますね、下からここを落ち着いて攻撃をしております。さあ、足、押しを取るか。さあ、どうしよう。いろんなことを考えながらここを取るかになります。さあ、最後の回って、さあ、伊坂選手の上から最後に回ってきます。さあ、下になったのは青木選手。さあ、首を取りつつ、今度はさあ、首を下げた。さあ、手を回せるか。さあ、うまく取る。さあ、今のいい展開でしたね。再びスタンプの下げているところから入っていきます。さあ、黒の足側が伊坂光彦選手、さあ、押されています。一方、赤と黒の足側、そして後ろの髪が縛っているのが青木選手。結構ブラッキングなんですね。MMA ってのは破るよりもね、たらっていうのも結構有効に使われてます。そうですね、押し込むこともできますし、逃げることもできますからね。さあ、飛びついた。ちょっとトリッキーの展開から行きたいところです。さあ、飛びつきの、さあ、下に行って、そして腕を狙っていく。お互いの引き出しがあるかっていうのは。そうですね。手のつかみ合いだけでもね、こう、実はすごい攻防なんですよね。そうですけれども、気を決めないんで、そうですね、手首から動く使い方が違いますね、やっぱり。相手を簡単に掴むことができないんですから、手首とかを掴めないと、相手を引き込むことができないんですから。途中から受けてるのか、今日は、どういうジャケットしてるんですか。あの、今日の流行りが、中東、道着のことをジャケットっていう、表現です。表現ですけどです。さあ、再び、さあ、伊坂選手のハードポジションの展開になります。さあ、首を曲げた。さあ、首を掴んでは、しかし、うまくいかなかったので、一度外して、ハードポジションになる。さあ、5分で決着がつかなければドローというこのマッチ。さあ、積極的に一本をお互いに狙っています。時間も体力も大きくしますからね、本当にね、伊坂選手は正面になってますよ。うまく青木選手がさばいてますね。さすがチャンプですね。上から足もね、複雑に両者絡み合ってますよね。
一度スタンドポジションからサトルついた。サトルついていけるか。さあ一本を合わせます。さあ足腰、さあ押してくる。さあ立ち上がった井坂選手、さあ下になっているのが青木選手、しかし足は取っている。さあ5分があっという間に終了となりました。この試合は、ジャッジによる判定はありません。一本が決まりませんでしたので、この試合はドローとなります。
さあ今度は北川中央の攻防となります。さあタックルを切っていた戸一選手、さあここから足を取って倒したい横山選手、さあ足が取れるか、さあバックに回せば倒して、さあバックで取れるか、さあまっすぐ倒した、いや戸一選手すごいですね、攻撃が始まります、ね、
リングに突入いたしました。さあ、大野もいきなり座っていきます。さあ、高徳選手、嫌な位置だ。出てきましたね。やっぱ第1ラウンドで相手の動きとか、戦い方の癖とかちょっと見てきまして、すごいですね、ガードもあまり上げずに、ずいずいこの選手は前に進んでいきます。あれどこでしょう、負けないですね、こういう人押されない方がいいです。自分の得意なポイントを押し込んでいくが、ここはさあ、再開をします。さあ、レッド選手は、一度は、じゃあ、ボトク選手が上がっていくか、よく見ている。ボトク選手、落ち着いてますね、やっぱり。キックボクシングルールですけど、急に体に蹴りが入るとちょっと弱いですね。軌道とか入り方が違うので。もちょっとこの蹴りは警戒しつつも、まだ攻撃仕掛けたいですよね。まあ、2ラウンドなんでね。さあ、手数、そして相手への有効打をどれだけいけるか。さあ、ちょっといけないアピールをしつつも、さあ、すぐ返す。さあ、後ろ回し蹴り。横山選手が前を打ち返しのパック
これで相手を倒す。しかしちょっと首を取られている。さあ一方ね、下になっておりますけれども、鹿島選手、さあ横山選手、首を取っています。ね、首をちょっとこれ外しちゃうと危ないので、さあガードポジションになりつつ、さあ首を取って、さあ下、鹿島選手に横山選手が打撃、さあボビーを打ち込んでいく。しかし、これ密着してますし、ガードポジションですからね。耐えられると良くないですね。耐えられる。さあ押し込まれた状態、金網際の攻防です。さあ上でコツコツ頭にパンチを当てる。さあ横山選手が上からパンチを当てる。しかしさあ組み立てた。さあどうだこの上からのポジション。さあ柏村選手はちょっと体を横に逃がしてここは脱出したい、さあ静かですがこの熱い攻防を繰り広げています。さあジャッジもレフェリーも一瞬一投外を見ている。さあダブル。さあコツコツパンチを当てていく。さあ柏村選手、さあ足を一本取っているがちょっとこれねえ、これだってただ頭殴られてるとちょっとねダメージ取られますし、ポイント的にもあまり良くないですからね。ね、3分ラウンド、これね短いラウンドですから。さあこちら前半第1ラウンド終了としまして、さあ横山達也選手、アレイラットがさあ上からポジションになって、仲間への打撃に仕掛けてきました。さあ一方、柏村選手、なんとか攻撃をしのいだところですが、結構下で殴られてるだけでもかなり体力とかダメージ加えますよね。柏村選手が、横山選手が一撃に襲ってるんで、打撃になってたら何するんで、ヨースカレンドのサルトーターメイクに行ったらないと思いますが、セコンダーセコンダーセカンダーファイト。さあ後半第2ラウンドが始まりました。もっと徹底して激しい打撃打ち合い。さあそしてまた横山選手が上になる。さあしかし柏村選手も足を一本両足で挟んでいてマウントポジションを取らせない。さあ第1ラウンド後半と同じような攻防になっていく。さあここでまたね頭が上がると、さあ首かけてるやつなのね。そうです、なんか側頭部とか耳の周りをやられると、ね、ダメージというよりはその三半規管を狂わされて、はい、勝負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 さあ、上になっていく。さあ、上になっていく。さあ、上になっていく。さあ、こちらに続いて第2ラウンドも横山選手が上のポジションを取っています。そう、入院したね。柏村選手も足のかかとで反撃する。さあここからどう動くかですね、両者とも足を抜き返さなかった。さあ柏村選手一瞬の差をついた。さあただやればいいの。
肘入れろ、相手の肘入ってきてる、よく締めろ、こういう感じで、ポイントを取って少しでも殴る、そうそうそう、これでいい、これでいい、締めだけ、アームバンでね、締めて、ここで今、ロッシュ、ロッシュ、ラインアウトもいろんな攻防がありましたね、ありましたね、ね、横山選手が体をね、伸ばす一瞬の隙を突いて、さあそれでは決着がつかなかったのでジャッジ3本これを判定に入ります。それでは参ります。判定ちょっと一回入れて、足さばけ、足さばけ、足さばけ、
3分で1ラウンドでなんとか逃れました。佐々木選手もちょっと最後の方、ね、首と腕に入れられてちょっと危なかったんですが、なんとかラウンドに逃れることができました。はい、さあ一方でトルコラックスの張本選手の方は、あの組んでからもね、パンチのパンチですとか打撃が結構当たってましたので悪くない結果ですね。鉄球の ひげのあるのが二つ森選手、ひげがないのが
もスティーリー戸田選手となります。この試合からですね、もう足に出川さんがなくなります、はい、さあプロマッチとなりますので出川さんはありません。本当にもう元銀のグローブだけです。二つ森選手はこの試合のために気合い入れて冷え切さろいったんだけど、焼けて間違って背中が入ってもらう、まあ、本当ですね。最初サスペンダーしてるのかと思ったんですが、間違いなかったです。前だけ言っちゃったんで、しかし、背中が自分ではなんか光のスポット、パワースポットって言われてらしいんです。入っちゃうんですよ。そうですね。
少なくともアールブラッドビンダーは入らないです。ただ一つの選手一人で T シャツをくれないと恥ずかしいじゃん。なくなったらそれはあるんじゃないですか。本当そうですね。そしてスティーブ・トモ選手もね、頑張って、はい、ちょっとね、はい、ダメージがなくてよかったですけど、それでは10分エキシビジョンマッチ参りましょう。レディーファイト。さあ挨拶が今のロッキングから来た、ちょっと待って、待って、関根選手、午前中静岡からこっちにやってまいりました。お二人のせいかでかいですね。関根選手も筋肉マンで入場しましたけど、ちょっと言ってマスクとか筋肉大王的な感じどうですか。はい、お父さんにも雰囲気似てますか。前にも似てます。そして、桜選手ね、この後ね、試合も近づいておりますの で特に無差別級に出ておりますので、さあ体重の大きい選手との試合とで前哨戦ということになっております。お二人の年齢合わせるとちょうど100歳なんですよ。すごいですね、その年齢まで両者現役で戦っております。さあ、つかむ15歳で桜井さんが51歳です。シルクさんが49歳と、はい、じゃあ桜井選手が過半数を少し取ってますね、はい、さあ押し込んでおります。さあ桜井選手が今度金井に押していく。で両選手ともね、さあ今のは危なかった。リオト選手高木
けられていったら危ないところでした。ノゲーレ対ボブサップお願いします。さあ両者ちょっとね楽しそうな感じですよね。ちょっとなんかそうですね、かなりのこれだけのね、体重そしてパワーのある選手と、ね、両選手ともねなかなか戦う機会がないですから、歴史という見せる要素ありと、はい、そして真剣にもありと素晴らしいバランスの戦いです。さあ関根選手が入っていってタックルを外し切った。さあ自らさあガードポジションに引き込もうとするか。そうですね、関根選手もね充実のね元々選手ですから盆栽充実、そうですね、今乗りに乗ってる盆栽充実ですかね。さあ、お巡りさん出身です。さあ、おっと、腕を、さあ、桜井選手の、今ちょっと肩が決められそうになったんで、さあ、桜井選手が一気に今、体を反転させました。さあ、今度はまた上になって、ガードポジションにならないで、さあ、桜井選手、今度、脇にちょっとずつポジションをずらしていく。さあ足取れるか取られるか。さあちょっとこれはどっちが有利か不利なのか分からない。さあ足がこれはどうですか。さあリード選手さあ足を取られている。さあ決められたが、さあここはちょっとねうまく多分桜井選手もあれですね、これ以上関根選手もあまりこれ以上うまく決まらないなと思ったので早めに足を外して仕切り直しました。さあ打撃からのタックル、これだけ体の大きい選手の MMA 見るのもすごいですね、迫力が。さあ、打撃からの、さあ、押し込む。さあ、うまいやり方ですね、足取りを倒して、今度、関根選手。あ、この2人はお互いにね、経験付き合ってから分かってるんで。ね、本当に。さあ、寄せてからでも、ジャイアントスイングですか。ちょっと慣れないことをするからちょっと感じました。そうですね、プロレスラーじゃないですから普段こんなことないですから回したのはいいけどちょっと3分期間も力を入れて、はい、自分の3分期間もやられてしまいました。ちょっと危ない、バラギバラでグーグルバッチャーとかなんですけど笑いが好きました。ただ桜井選手もあれでちょっと叩きつけられたり金網が当たったらちょっと危なかったですね。さあ、まあ、この倒し方がうまいですね、やはり。さあ上からさあファンマウント狙っていくが、さあ関根選手もちょっとうまくガードできるか。ちょっとさあバックのポジション、さあ危ないぞ、おっと、ああ今サッカーバック入りました。サッカーバックエキシビションマッチですので、ね、ちょっと早めに危ないですので試合終了となります。お客さん、まだまだ帰って早いよ。そっと話聞いてて。
桜井龍の方にいつもに熱いファイトして俺はね、一度通り勇気をもらったでね、今先輩の僕たち闘魂を持ってね、戦わせてもらってます。12月は龍太さんが無差別級トーナメント優勝するし俺もね、イノキュコンバレーで世界のね、強豪を倒しますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それではこのままエンディングに参りたいと思います。桜井優子選手の最後の締めの挨拶をいただきたいと思いますので、選手の皆さんはどうぞリングにお上がりください。Yeah!